はい。野村証券の講座解説のやり方と記入例について紹介したいと思います。野村証券は IPO 投資において主幹事になる機会が多く割り当て数が多いです。また、抽選資金が不要で IPO に参加できますので、まあ、気軽に参加しやすい証券会社となります。はい。それでは野村証券の講座解説のやり方を見ていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、野村証券のページを開きます。 はいえー、と野村証券のページから講座解説をクリックします。はいえー、と講座解説の方法は3通りありまして1つは郵送によるお手続きあと2つがです、ね、ネットによる手続きがありましてそのうちの1つがスマートフォンを使って本人確認書類を提出するタイプと,、えー、と画像をアップロードして本人確認をするタイプがあります。 えっと、スマートフォンのアプリを使って本人確認をするタイプは講座解説が早くて最短で当日から講座を解説することができます。今回は本人確認書類の画像をアップロードして提出する簡単講座解説、こちらの方で説明していきたいと思います。えっ、ー、と、まあ、どちらを選んでも記入する項目とか一緒なので、まあ、こちらの動画自体は参考になるんじゃないかとは思います。 こちら選択します。はい、流れが書いてあります。アドレスを入力して、本人確認書類をアップロードする。その次に。顧客情報を登録することによって、郵送で口座開設完了のご案内が届きます。口座が2種類あるんです。けれども、こちらが対面取引をする店舗口座。 こちらが、えっと、野村ネットコールと言いまして、ネット取引の講座になります。えっと、どちらも抽選資金は不要で IPO 投資に参加できるんですけれども、対面講座の場合、IPO の割り当て方式は裁量方式になっているので、まあ、担当者から IPO をもらうっていう形になります。まあ、お得意さんじゃないとなかなか難しいので、まあ、一般の方はこちらの野村ネットコールの方がいいかなと思います。こちらは、 IPO の割り当て方式が抽選になりますので資金力とか関係なく平等に運次第で当選を目指すことができますではこちらをクリックしますはいメールアドレスを入力しますこちらに入力したメールアドレスに講座開設の手続き案内の URL が届きますはいこのような内容のメールが届きますこちらの URL から講座開設の手続きができますので まあダブルクリックして開くか URL をコピーしてブラウザに貼り付けて次の手順に進みますはいブラウザに URL を貼り付けるとこちらの画面が出てきます本人確認方法の選択えとマイナンバーの提出方法をスマートフォンで提出するかパソコンでアップロードして提出するかを選択しますスマートフォンの場合は こちらの QR コードが出てきますのでこちらをスマホで読み取って手続きを進めていきます今回はパソコンで本人確認書類をアップする PC で提出をクリックして続けていきますはい最短ご営業日で講座解説となります提出書類を選択していきます はいえー、とこちらに画像をアップしていきますはい、えー、とマインナンバーカードをアップしました、えー、野村証券の場合、えー、と画像の読み取り機能がついているらしく画像についている、えー、と名前とか住所を読み取って、まあ、次の情報入力画面でそれが表示されてますのでそちらの名前とか住所合ってるかを念のため確認してみてください はいえっと、無事、画像アップロードとマイナンバーの番号を入力すると、こちらの画面に出てきますので、お客様情報の入力へ進むをクリックします。はい、個人情報を入力していきます。えー、先ほど話した通り、こちらにマイナンバーカードから抜き出した情報が表示されている場合がありますので、内容、間違いがないか確認してみてください。あちなみにこちらに書いているのは適当な情報になります。 はい。次にお客様カードの入力をします。まあ、こちらは、まあ、自分に合ったものを選択していってください。えー、投資方針。こちらはまあ株式投資をやるので、2番でいいかなと思います。投資の経験。まあ、こちらも合ったものを選択してください。ある場合は、あるものにチェック入れてください。はい。収入などを入れていきます。次の画面数も選択します。 はいえー、と納税方法の選択をします、えー。初心者が一番悩むのがこの項目かなと思います。えーっとまあ、結論から言うと、この野村証券に任せる特定口座源泉徴収ありを申し込むがいいと思います。まあ、理由としてはここに書いてある通り、確定申告が原則不要となるので、特定口座を開設して源泉徴収ありにするのがいいかなと思います。 まあ、源泉徴収とは税金の転引きのことで、まあ、株式投資による税金を所見会社が転引きします、まあ。源泉徴収なしにすると、こちらに書いてますけど、自分で申告。えー、と基本的には自分で申告をすることになります、まあ。参考までに8割以上の方がこちらの特定講座、源泉徴収ありを選択していますし、私もこちらを選択しています。続いて、NISA 講座の解説です。 NISA、えっと、制度についてよく分かっていないとか、まあ、どこの証券会社で NISA 口座を開設するとか決めてない方はこちらの申し込まないにチェック入れておきましょう。NISA、えっと、口座は利益にかかる税金が非課税となるので、まあ、IPO と非常に相性のいい口座なんですけれども、1人1つの金融機関でしか口座開設できないので、まあ、A の証券会社で口座開設すると B の証券会社で NISA 口座開設できなくなります。なので、 ノーマラ証券で妊娠口座開設すると決まっている方はもちろんこれでいいんですけれどもそういうのが決まっていない方はひとまず申し込まないにしておきましょう妊娠口座開設したい場合は後からでも口座開設することはできますはい続いて配当金の受け取り方法になりますえっ、ー、とこちらはじめからチェックが入ってますけれども結論から言うとこれチェック入れたままでいいですえっ、ー、とこちらチェック入れておくと配当金が証券会社の口座に入ります えっと、NISA 口座で受け取る配当金を非課税にする場合、この株式数比例配分方式にしとかないと,、えっと、配当金非課税になりませんので、まあ、こちらはチェック入れたまめにしておくのがいいかなと思います。参考までにですね、えっと他にも受け取る方法、いくつかあるんですけれども、まあ、そちらは概要欄に URL 貼っておきますので、まあ、そちらでチェックしてみてください。 今ざっと言うと、まあ、証券会社に入金するんじゃなくて、まあ、指定した金融機関に振り込んでもらったり、あとは、えー、と郵便振り返したらい通知書をもらって郵便局に持って行って現金で受け取るという方法があります。ただ、今言った方法だと NISA 口座の場合、非課税になりませんので、まあ、そこだけは注意してください。はい、続いてログインパスワードと取引パスワードを入力します。 えっとどちらもまあログインに使って取引の時に使うパスワードですのでまあ忘れずにメモしておいてください。はい、次の画面に進みます。はい、同意事項の確認です。えー、と電子交付っていうのはまあ重要な書面などをまあ郵送で送ってもらうのではなくまあ PDF などのファイルで閲覧したりダウンロードしたりできるまあサービスのことです。 今回ネットコールという、えー、とネット取引専用の講座を解説していますので、こちらはいをクリックします。えっ、ー、と、まあ、こちらの書類などは目を通しておいてください。はい、リスクなども目を通してはいをチェック入れてきます。はい、こちら反社会的勢力でないことも同意できたら同意するをクリックします。はい、すべて中身は見ていってください。はい、メール交付サービスも同意するにチェックします。 はい、こちら、外国 PEPs。まあ、ここに書いてますけれども、外国の政府などの要人などが当たります。まあ、大体の方は当たらないかなと思います。なので、該当しませんに、はいをクリックします。はい、こちら、マイナンバーと個人情報取り扱いについて、えーとまあ、どういう利用するか書いてますので、まあ、確認し、良ければこちらの状況内容に同意するをクリックします。 はい。最後に入力内容の確認が出てきますので、こちらの入力内容を確認し、ここに書いてますけども、画面下部の講座解説を申し込むボタンをクリックすることで、講座解説の申請が完了します。野村証券の講座解説方法についての説明は以上になります。